よし、それでは続きやってきます。タペットクリアランス調査で怖えな。いきます。とにかく手順としては、これ緩めて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 、で圧縮上支点というのをここのマークで探して、でそこについたら、ここにあるネジ緩めて、ピン緩めて、でゲージ隙間を測るやつをゆっくり差し込んでって、そういう流れよね。よし、やってみよう。もう怖がってたらもういつまでたってもやらないから、もう勢いでやろう。17mm。うわ、硬っ。めちゃくちゃ硬いぞ。怖っ。怖い怖い怖い。怖えよ。ああ、緩んでる緩んでる。大丈夫だ。おお。暗い。硬い。本当これ。なあ、もうこの時点でおっかねえもんな。そして買ってきたビットを使います。よっと、あ、ここは緩いな。ここは緩い緩い。もし、とりあえずボルトが全部緩んだんで、圧縮上支点とやらを探します。ボルトを、回してやると、
エンジンも回ると。でくるくる回してピストンの位置がちょうどなるようにしてやるということらしいです。で位置はここで、ここの中にある目印で確認ができる。もう一つはこれの中。うわえぐいな、おいマジか、こんな風になってるのか。このバルブの動きで分かるんだそうです。ピッカピカだなお前、ホコリ入りそうで怖いな。さっきの側が空気を吸い込む側で、こっちが空気を吐き出す側だそうです。取れるかな。お、こいつが、中のこいつがクニクニ動くということらしいです。回してみます。こっちを半時計回りに回す。そうするとバルブがこういうふうに、あ、今下がりましたね。下がったってことはバルブが今開いてるんだ。中に入った開いた状態ですね。で燃料が入っていくと、空気と一緒に。でカポンと上がって中でガソリンがギューッと圧縮される。で一番てっぺんまで圧縮したところ、一番圧縮されたところ圧縮上視点でスパークプラグに火が飛んでドカンってなるとエンジンが回って、でもうちょっと行くと、あ、下がりましたね。排気側のバルブが代わりに開いて、で排気ガスが外に出る。排気ガスが出るとまたこちらが閉まって、再びガソリン側のボルトが下がり出すと。でカポンと、で圧縮圧縮、ボカン、ボカンしたら排気ガスが出ていく。そういうことだ。なるほどね。実際に見るともうちょっとよくわかるな。でどこが一番そのギュッとギュッとなっている、ギュッとなっているのかっていうのはこの穴の中で見るんだそうです。真っ暗だね。ライトつけるか。つけても見えねえよ、見えねえよこれ。ダメだな。まあ、とにかくこの中にメモリがあって、それでぴったり合わせると。でやってみます。はい、開いた閉じた、こっからだ。ギュー、じゃあギューちょっと合わせていきます。ものすごい見づらかった。でもこれでね、あったはず。でもこれ見えないでしょ、いっぱいにしても見えないよね。これで、あ、でもちょっと通り過ぎてんな、ちょっと通り過ぎてんな。もうちょっと戻すか。よし、今度は揃ったはず。揃ったよね。もうゴミ入るの嫌なんでネジ締めちゃいます。構わないよねこれはね。こっちもね、ちょっとある程度締めちゃう。でこっからだ。この状態で隙間、
こに隙間があるってか。隙間、これか。この隙間だに、こういうゲージを差し込んで隙間を調整してやるということらしいです。これ結構あれだね、ドキドキだし乱暴なことできないね。で、調べてみたんですけど、ネットにいっぱい上がってる情報はガソリンが入る側が 0.05、 出る側が 0.、 排気側が 0.15 っていう風になってるんですけど、僕が買った、こっちで買ったあのヘインズマニュアル、それはあの GZ、GN、 それからなんだ GS か、125エンジンっていうので見てみるとちょっと数字が違って、吸気も排気も同じように合わせろと。んでね、数値もね 0.08 から 0.13 になってたんですよね。ちょっと悩みどころでどうしようかなと思ったんですけど、このゲージの厚さがこういう風になってるんで、中途半端な数字がうまく出せないということで、吸気側は、まあ、0.07、 0.08 か7かちょっと悩んだんですけど、まあネットの情報に近い方の 0.07 でいこうかなと。で、排気側は0.03 と、0.13 もしくはってなってたんで、まあ一番近い 0.15 でいこうかなと思います。本当はね 0.13 以内にしろってなってたんですよね、排気側もね。だけど 0.13 ってないんで、一番近い 0.15 にしようかなと思います。で、日本のホームページの情報だといくつだっけ、 0.13 スタートなのかな、 0.13 スタートで、なんかもうちょっとでかいところまでってなってたんで、まあ、0.15 で合わせてやればいいんじゃないかなと思うんで、それをやってみようと思います。てか、なんか出そうね、だもう出てるね、分かりづらいもんね。よし、じゃあ差し込んでみよう。はあ、こんな風になってるんですね。なるほどね、こうなってるんだ。よいしょ、はあ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 、なるほどなるほど、はあ。じゃあ試しに一番薄いやつ差し込んでみようかな。本当に入るのかな、ここ。いや、ここじゃねえな。え、どこだ、差し込む場所がわからねえ。どこですか。え、入らないよ。本当にここで上下の、あ、こっちの方がまだやりやすいかな。
ダメだ、うまく入んねえや。しょうがないんで、これ緩めてで入れてやってみようと思います。は、緩めていけば多分入ると思うんで、回転数だけしっかり覚えといてやってみようと思います。まさかこんなに大変だと思わなかったな。なんかね、緩くなる感触が全くわかんない。全くわかんないよ。緩くなってんのかこれ。こんなもんじゃないかな。
超不安。でもう片方もやります。こんなの入るの？いやーこれやばいかもな。お初の大失敗やりそうな気がするな。でもやってみるしかしょうがないよね。パンに緩めて入れ。うわ入らねえな。逆か。いや入らねえぞ。いや入らん。先ちょ曲げるか。よっと先ちょ曲げました。なるほど、ゆるゆるだな。触れてるか触れてないかぐらいのこと。外れると入れるの大変だなこれ。入る入る。だいぶねシュリシュリいう感じになってる。なってきてる。まだ動く。あ動かない。これだ。動く。ギリ動く。動かない。よし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 。よしできたぞ。これは絶対にできたぞ。大丈夫だ。これはね、絶対にできたよ。閉めよう。よし、しまったよ。なるほど、先ちょ曲げると楽だな。こっち側ももう一回やり直しますわ、反対側も。
イエーイ、入ったけどなんかずっときついんだけど、きついまんまだよ。なんだこれ。うわ、抜けちゃったよ。抜けたのにゆるゆるなんだけど、どういうこと？このバネのせいじゃないのか。バネだな。バネのせいでずっときついわ。そしたら動かなくなるとこまで締めて、これ抜いた瞬間にカチンってなるんじゃない？ここ持ち上げるとね、スカスカに動いちゃうんですよ。どういうことこれ。なんか余裕で動いちゃうんだけど、まだ動くね。え、でもこれ以上閉まんない。何これ、何これ、何これ。ここまで行くともうギリチョン、もうちょい締めるともう動かない。じゃあこの辺か。これでエンジンかけてガチンコチンガチンガチンとかって言わなきゃいいんだよな、今かな。ダメだ、難しいよ。今までやった中で一番難しい。なんかね、ネジのせいなのかね、いくら緩めてもきついんですよね。こっちはそんなことあんまりなかったんだけど、とにかくこれで固定しよう。なんだかな、ガチンコチンだ。バキンとか言わないよね。大丈夫だよね。ちょっとかけてみるけど、めったくそ不安だな。変な音はしない。普通に動いてる気がします、気がしますけど。こんなになんていうか手応えがないの初めてだな。ものすげえ不確かだな。でもまあ言われた通りのことやったはずなんだよな。音おかしくないですよね。ガチンゴチンガチンゴチンっていう金属がぶつかり合う音は一切してないから、そしてゆるゆるってことはないと思うんですよね。ゆるゆるっていうことだけはないと思う。だって動くか動かないかにしたもん。きつすぎるのは怖い。ちょっとゆるいのは別に構わない。上が結構でかいから、上はまだヘインズのマニュアルに従えば 0.06 ミリから 0.06 ミリは余裕があるはずだし、下の、出る方も日本のやつを信じるならばまだ
倍近くゆるゆるでも大丈夫なはずだから。怖いよ怖いよ。とりあえずこれで、メンテ終了。はい、終了します。お疲れ様でした。もう一度あのボルトとか全部締め直して、乗ってしばらく乗って様子見ようと思います。あ、疲れたぞ。That's it. Yeah. Yeah.